今回福袋を作りました。で、まあ中身が何が入ってるんかと申しますとですね、実は12月22日から10日間限定で、はい、本日ですね、福袋キャンペーンの動画を撮っていきたいなと思います。ということで、こちらにですね、福袋の案内がございます。で、僕はですね、福袋撲滅委員会ということで、会長をさせていただいておりましてですね、そんな売れ残ったものをまとめて売るなと、そんなもうお客さんに売るなっていう話を散々と毎年し続けてるんですけども、そんな僕が今回福袋を作りました。で、それは何なのかっていうと、この度ですね、皆さんのおかげでジャパンメディア今年1億円を売り上げ突破したということで、本当に皆さんありがとうございます。僕の方からですね、まあ感謝じゃないんですけども、12月8日よりご購入いただいたお客様にこちら無料で配布したいなと思ってます。で、まあ中身が何が入ってるんかと申しますとですね、こちらズドーンということで、モレスキンとジャパンメディアの、コラボノートっていうのがありますので、こちらをね、プレゼントしたいなと思っております。では、まあ、モレスキンって言ったら、まあご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあピカソとかゴッホが使ってたノートっていうことで、僕自身ももう2年か3年ぐらい前からめちゃくちゃ愛用してるんですよ。で、もちろんモレスキンって普通のこういうなんていうの、ただシール貼ってますけど、何にもないロゴで裏にモレスキンって入ってるだけなんですよ。まあ、こっちですよね。ここにモレスキンって入ってるだけなんですけども、今回モレスキンの方に特注ということで、このジャパンメディアの箱押しをしたこのネイビーシルバーモデルっていうのを作らせていただきました。まあ、開けてみると、僕が一番使いやすいなと思ってるこの横線モデルになってるんですね。まあ、僕自身もね、このように横線のモデルを普段から愛用してるっていうこともあって、一番自分が使うモデルを今回ハードカバータイプをプレゼントしたいなと思って300冊。作りました。もうお仕事で使っていただいてもいいですし、まあ、カレンダー代わりで使っていただくっていうのも全然 OK なんで、まあ、ちょうど手帳なんでね、リュックなんかにもシュッて入るような大きさになっておりますので、ぜひぜひ僕の方からのまあ感謝イベントっていうか、まあ、感謝企画っていうことで先着300名様にプレゼントしたいなと思います。で、もう一個ね、中身入ってて、まあ、これは僕からの気持ちプラスワンなんですけど、何なんかっていうと、これおみくじね、その来年の運勢をちょっと占っていただきたいなということで、このセットで入れさせていただいております。ちょっと僕のあのくじね、あの開けてみたいなと思います。僕まだ開けてないので、どんな運勢なのかっていうことなんですけども、ちょっと開けていきましょう。さあ皆さん、卓造の2024年の運勢はどうだった？おお、大吉でございます。これやらせじゃないですよ。すごくない？見てください、これ大吉になっております。でね、これちょっと待って、今これ大吉当たっちゃったから、おい、どうせ大吉しか入ってんやろって思うかもしれんけども、大吉とか吉とかもうめちゃくちゃ大凶とかも入ってるので、これもらった人、僕に文句言わんといてくださいね。おい、卓造、お前自分の大吉だけ当てといて俺大凶やないかいとかって文句言わんといてください。もうランダムで今これノリ貼ってたでしょ。だから分からんから、それ何が来るかはちょっとお楽しみで、逆に大凶引いたってことは、その大凶はもう2023年置いていきましょう。で、来年は来年こそもう一回ちょっと初詣行って引くっていうのもいいやろうし、僕みたいにもう大吉当たった人はもう2024年の大晦日じゃなくて元旦は引かない、もう僕大吉だから OK っていう気持ちで行くのもいいかなっていうことで、この2点僕の方からプレゼントしていきたいなと思います。で、まあ、おそらく300名様なんでね、結構あの早くになくなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、とにかく買い物順ということでやりたいなと思います。で、ジャパンメディア の下の方から飛んでいただいたらご注文ができるんですけど、そのご注文の早い順で、お送りしていきたいなと思いますので、本日ですね、12月8日の、20時からスタートになります。20時ぴったりからはこのモレスキンどん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 送っていく感じになりますので、一応2万5000円以上の方に1つずつ送っていく形でやろうと思います。だから5万円買っていただいても7万5000円買っていただいても1会券付き1つなので、もし2つ欲しいっていう方は2会券に分けてください。2万5000円と2万5000円買っていただいたら2回2つは送れるんですけど、1会券で10万円ってなったら4つ来るんちゃうかなってなったりしたらそれ来ないので、1会計2万6000円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 みたいな感じにしてもらったら4つ届くようになりますので、もし欲しい方はね、そんな感じで分けていただければいいかなと思います。で、とにかく300冊なんで、僕らももう気がついたなくなってるっていう感じになると思うので、アナウンスが逐一あと何個ですよっていうのは言えないっていうか、多分そこ追いつかないと思うので、本当にね、早いもん順で、お送りしたいなと思います。ほんまに300冊しかマジで用意してないし、あのおみくじも300しか用意してないし、この袋も300しか用意してないから、もうまたなかったらマジでなくなるって感じで、2024年モデルはこのネイビーシルバーのね、箱押しバージョンで楽しんでいただきたいなと思います。また来年は来年でもしできたらいいなと思ってますし、まあこれは本当にね、皆さんに今年1年、ジャパンメディア支えていただいたっていうところで、なんか感謝ができたらっていうことで、まあ僕の視聴者さんは大人の男性多いので、まあ、大人の男性って絶対こういうメモ帳使うのでね、そういう時に使っていただければなと思っております。僕もちょうど今使ってるやつがもう終わりかけてたから、こっちに移行していこうとは思ってるので、まあそんな感じで、あ、タクソと同じノート使ってると、それは僕嫌やっていう人はね、やめていただいたらいいんですけども、いや俺も使いたいよっていう人はぜひ使っていただければ嬉しいなと思います。モレスキンのノート自体が安いもんじゃないので、ほんまに 3,4 千円するんかな。で、僕らもね、卸で仕入れてるから、卸値から安いんやろと思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、全然安くないんですよ。だってここロゴ入れてるし、なおかつ仕入れ値そんな安くないんやっていう感じでちょっとびっくりしたんですけども、まあ今回は300名なんですけど、来年もっと頑張ったら500人とかに行ければいいですけどもね、今回ちょっとまあこれで様子見ようかなと思ってますので、気になる方は下の方から、もう早速始まってますので、12月8日の20
20時から、スタートで300名様先着でやりたいなと思ってます。とは言いながら残ってたらね、1月とかまでやりますけども、1月末とか2月からでもまだやってるかもしれんけども、まあ、気になる方は見ていっていただければなと思います。商品とはちょっと別で送らせていただきますので、もうとにかく上から見ていって、はい、2万5000円以上の人送ってけってバーッと送っていく感じになりますので、楽しみにしておいてください。予約商品の場合でも、OK なんで、グレーのパンツとかリュックとか、この辺出てると思うんですけど、それも予約商品にはなってるんですけど、購入していただいても2万5000以上であればお送りさせていただいてるということになってますので、どんどん使ってみてください。で、それでですね、よくダウンの件もよく質問いただいたりしますので、ダウンの話もね、ここでしときたいなと思います。ダウンジャケットがですね、実は12月22日から10日間限定で先行予約を受け付けます。なんでなんかっていうと、来年になったら値段上がるから、もうずっと欲しいって言ってくれてる人いてるんですよ。もう2着買うって言ってくれてる人いてるんですよね。で、その方からしたら、今年買うつもりで11万8800円で買うつもりでおったのに、来年になって13万14万値上がりしてたりしたら、もっと値段かかるやん、2着買うんやったら 6万ぐらい値上がりするやんってなっちゃうので、もうそうやったら今年中にもう僕ら資材発注してるので、その分の方は今の値段でご注文いただいて、来年の10月に送らせていただくって感じになるかなと思います。で、もし仮にキャンセルしたいって方は、2024年の8月、来年の8月まではキャンセル無料で受けようと思ってるので、今注文したけどやっぱりちょっとちゃうなと、やめようかなっていう方はキャンセルしていただいたら、連絡していただいたらね、こちらでキャンセルの手続きしていきたいなと思ってますので、そういう感じで、やりたいなと思います。2023年の12月22日から、31日の59分、だから今年の終わりまで一応予約を受け付けるんですけど、もうそれでおしまいっていう感じになってるかなと思います。多分商品ページ見てください、詳しいことはね。で、ダウンジャケット自体もね、値段がね、全然そんな安いもんじゃないので、今ね、ダウンのクリーニング屋さんとも提携しようと思ってまして、今度工場見学行くんですけど、ダウンのクリーニング屋さん、うちの商品を買っていただいた方にはちゃんと一点一点手洗いでやるところ、だからもう業者みたいな感じでバーッと他のお客さんと一緒に回すとかじゃなくて、全部手洗いで一点一点やっていくっていう高級なクリーニングがあるんですよ。もんで、そこと提携しようと思ってるので、それが日本にね、近畿に工場ありますので、そのクリーニング屋さんと提携して、ちゃんとアフターサービスまでやっていきたいなと思ってますし、あとそれ以外にやったらハンガーなんかもね、作って、これ一応ダウン用のハンガーっていうのもね、作っていかないと、やっぱり細いハンガーとかでね、これかけちゃうと、これやっぱね、ダウンがちょっともももったいないなと思うので、型がしっかり守られるようなハンガーっていうのも、まあ一応これはあくまで備品程度で考えていただけたら嬉しいんですけど、それも一応特注というか、まあ作ろうとは思ってますので、まあその辺はね、来年以降に反映されるかなと思うんですけど、まああくまでそれはおまけ程度に考えてもらう、特典程度に考えてもらって、まあ、メインはダウンジャケットを気に入っていただけたら、そういう風に見ていただいたらいいですし、いやもう来年までちょっと待たせてっていう方も全然 OK なんで、来年まで待っていただいて、もしかしたらカラーが減るかもしれません。で、それはお許しください。ブラックは確実に出ますけども、後の色は何が残るか分からない。もう今回の予約会で人気のなかった色はどんどん省いていって、人気ある、まあ、ブラックともう1色だけとか、ブラックと2色だけやるとかっていう感じになるかなと思いますので、まあ、その辺は知っといていただきたいっていうのと、あと値段が上がってももうそれはしょうがないので、まあ、今年はこの値段でなんとかギリギリ受けたいなと思うんですけど、来年はまたダウンが値上がりするので、その時にはちょっと値段が上がっちゃうかもしれないんですけど、まあ、お許しいただければなというふうに思っております。もうそろそろね、ダウンのねサイズ展開も出てくると思うんですよ。 SML XL っていう展開も出せれると思うので、今ちょうどねパターンナーさんがいろいろ一生懸命やってくれてますので、その辺もな楽しみにしていただければなというふうに思っております。というのがダウンジャケットですね。だからまあモレスキンとはちょっと話が別件なんですけど、じゃあダウン買ったらモレスキンもらえるのっていうところなんですけど、おそらく22日に残ってるかなっていうところなんで、まあ、22日まで残ってればいいんですけど、多分残ってないんじゃないかなというふうには思います。まあ、毎月ですね、ジャパンメディアってほんま600名とか700名の方に購入していただいておりますので、先着300って考えると少し年末までは持たないのかもしれないっていう感じなんですけど、まあその辺は焦らず、もうとりあえず来年でもいいって方も全然ほんまに焦らずに見ていただきたいですし、あとまあ来年はですね、再来年かなんかどこら辺かで、まあ、またポップアップもできたらと思ってるので、もう実物見てからじゃないと不安っていう方もいらっしゃると思うので、もうそういう方は来年もしくは再来年かちょっとまあわからないんですけど、まあ、2025年までにはちょっとやりたいなと思ってますので、楽しみにしていただければなということで、ちょっとインターホンもなったんでこの辺で終わりたいなということで、本日はですね、福袋キャンペーンのお知らせとダウンジャケットについてお知らせさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。